中通り総合病院は、社会医療法人名和会が、秋田県秋田市南通溝の町に設置している、病院。救急国事病院で2018年度の救急車、搬入患者数は3206人。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院。NPO 法人卒後臨床研修評価、機構認定症発行病院。 全日本民主医療機関連合会に加盟している。医学生、薬学生、看護学生に対し、奨学金制度を設けている。県内の救急医療体制。秋田県。2020年5月31日閲覧。概要を救急医療。中通り総合病院。2020年6月4日閲覧。病院評価結果の情報提供。 公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年5月31日閲覧。NPO 法人卒後臨床研修評価。機構認定症発行病院一覧。NPO 法人卒後臨床研修評価機構認定証発行病院一覧 n p o 法人卒後臨床研修評価機構2020年5月31日閲覧。全日本ミニ連事業所一覧。秋田県。全日本民主医療機関連合会。 2020年5月31日閲覧。AB、秋田県災害救急医療情報システム。秋田県。2020年5月31日閲覧。山井寺保育室。中通総合病院。2020年6月4日閲覧。奨学金制度のご案内。社会医療法人名和会。2020年6月4日閲覧。奨学金制度のご案内。 社会医療法人名和会2020年6月4日閲つらん奨学金制度のご案内社会医療法人名和会2020年6月4日閲つらんありがとうございます